はいどうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、これ新しくね、組み直したファーストマシーンを使って、ちょっとね、スタビライザーっていうのをちょっと変更しようかなと思って、今回ね、動画を撮っていきます。なんでね、このスタビライザーですね、変えようと思ったかと言いますと、これ湯飲みスタビですよね。まあ、スタビキャップかな、これ新しいね。これ、まあ、ロックナットを入れてこう固定するために使ってるんですけども、 19mm ローラーにですねこれつけてもあんまりというか全く意味ないんですよね。スタビライザーとしての意味が全くないのでちょっと変更したいなと考えたのと、それとねもう一つなんですけど、このスタビキャップですね、これよく見ていただいたらこれ亀裂入ってるの分かりますか？ここね、こっちとちょっと見にくいかな、こっちもなんですけども、ここに亀裂入ってるんですね。ちょっとね走らしただけでですね、あっちこっちね、この 4点ともですね全部ね亀裂が入っちゃってます、スタビキャップにね。ちょっとこれ強度が足りないのかな、なんかねえロックナットを入れてるから多分こうなると思うんですけども、おそらく強度が足りないですよね。これ何度か走らせていたらね、どんどん亀裂が入ってきてですね、いつの間にかバラバラに走らせてる時にねバラバラに砕けてどっか行ってしまうみたいなことがあったんですよね。で、あんまりこれは使えないなみたいな、見た目はすごくいいんですけどもあんまりこれはね使えないなと思ってですね、ちょっと違うものに変更しようと思いました。で、それが何なのかと言いますと、こちらですね。これ。ね、見たことある方多いと思います。MA 革命のチャンネルではですね、こちらどこに使うかって言ったら、このサイドアンダーガードスタビって言ってですね、このシャーシのこのサイドにですね、下にこういう感じにつける、ね、スタビライザーとして、こうね、使うものになります。これはね、僕がね、考えて作ったものになるんですけども、これの作り方に関してはですね、説明欄にですね、リンク貼っておきますけども、よいしょ、ちょっと簡単に説明しますと、まずこのグレーの、このね、下のグレーのもの、ね、グレーのパーツは何を使ってるのかと言いますと、こちらですね、9パーツの小です。91と92ですね、こちらを使ってます。はい、こちらのですね、どこの部分を使ってるのかというとですね、ここでカットして、こういう感じですね。ここでカットしますね。こういう感じにカットして、この部分を使用してます。この部分ね。はい。でですね、この部分にですね、こちらですね、こちらを下からこう通すんですね。で、こちら何なのかって言ったら、これスタビライザーのボルトですよね。こんな感じのやつですね。ちょっと形が違うんですけども、こんな感じのこのボルトの部分だけ打ってるんですね。それをですね、ここでちょっとカットしまして、ギリギリのところでカットしまして、で、これ裏から入れんねんね。こうやって入れてですね、で上からですね、これピニオンギアですね、ピニオンギアを掘り込んでですね、ここにね掘り込んで、固定するというような、そんなものですね。ちょっとこのピニオンギアちょっと硬いんですけども、うまく入るかな。これでですね、ずっとこのピニオンギアを掘り込んでいってですね、瞬間接着剤でね、最後ここね一番下のとこに瞬間接着剤を掘り込んで最後ぴったりこうねひっつけるみたいな感じで完成みたいな感じですね。ざっと説明したらこんな感じです。はい、で、これをですねこの上にねここに、入れてですね、ちょっとね新たにねスタビライザーとしてちょっと使えるかどうかっていうのをねちょっとやってみたいと思いますね。ではちょっとねとりあえず今あるのが2つだけあるので、こちらね2つだけあるので、フロントの方2箇所ねちょっと交換してみたいと思います。はい。ちょっとですね、ここ、ちょっと削りましたよ。もうちょっと追い込んでもいいかな。うん。まあちょっとこれでね、一度つけてみたいと思います。で、こちらね、裏返してみると、ここにね、ざぐり穴が開いてるんですね。ですので、このまんまね、掘り込んでも固定、なかなかね、固定できないと思うので、1.5 ミリのこのアルミスペーサーですね。まずこれを入れます。ね。で、上から、こうね、差し込んでいきますよ。このスタビライザーね、差し込んでいきます。よいしょ。うまく入るかな。はい、これで入りましたね。これでうまく入りましたね。で、上からですね、ロックナットですね。ロックナットでちょっとね、固定したいと思います。こんな感じですかね。うん。こういう感じになりますね。ちょっとまあ、仮につけてみただけなんですけども、めっちゃ背高なりますよね。2段にしたらダメですね。これフロントは1段にした方が良さそうですね。フロントにつける場合、もっと下の方につけた方が良さそうですね。まあでもこれで、うまく、ね、もうちょっと下につけたらうまくいくんじゃないだろうかと思いますね。うん、もうちょっとね、下にちょっと付け直してみたいと思います。はい、こんな感じでですね、うん、ちょっとね、強引につけてみました。で、ローラーね、ちょっとね、下に下げてますね。で、上からですね、アルミスペーサー入れてね、1.5 ミリのアルミスペーサーを入れてから、スタビライザー入れて、ロックナットで留めてますね。で、ここのボルトちょっとこんな長いのはいらないので、まあ、またね、後ほどちょっと調整して付け直したいと思います。上から見たらこんな感じですね。まっすぐ横に張り出すのではなくて、やや斜め後ろにね、来るような感じで、ね、ポジション取ってますよ。どうかな？うん。なかなかええ感じで、ね、見た目はこれで多分、大丈夫っぽい感じなんですけども、まあ、実際走らせたらね、どのような走行するのかっていうのね、マシンの動きがどう変わるのかっていうのはちょっと走らせてみないとわからないんですけども、まあ、なかなかいい感じかなと思いますね。うん。ね。で、これでですね、今フロント、今ね、2つしかないので、まずはね、とりあえずはフロントを今組んでみました。リアね、また新しくちょっと組んでみてからちょっと走らせてみようかな。ですね。これでローラーもちゃんと回るしね、大丈夫は思いますね。うん。このね、高さもっと高いのをつけてる人もいますよね。うん。高さがだからどれぐらい、ね、高さが必要なのかっていうのはちょっと、まあコースにもよるんだろうけども、うん、立体交差してるコースなんかやったらちょっとね、上がここが引っかかれへんかちょっと心配ですよね。うん。まあちょっとコースによりけりやと思うんですけども、様子見ながらね、ちょっとやりたいなと思いますね。それではちょっとね、後ろもちょっとやってみたいと思います。はい。こんな感じでですね、リアもつけてみました。ちょっとね、ゴム管ちょっと長くしたので、ちょっとね、違うものに見えるかもわからないですけども、まあ全く一緒のものを作ってます。まあ長さも大体一緒ですね。こんな感じですね。で、上から見ると、こういう感じ。ちょっと後ろ、ややね、後ろにこう斜めにつけてみました。こんな感じですね。だいぶ背が高くなりましたよね。これ大丈夫かっていうぐらいちょっと、リアは特になんか背が高く見えるんですけども、まあこんな感じで、一度走らせてみないとわからないですね、これでね。うん。でもね、先ほどのね、スタビキャップですね。うん。スタビキャップだと、ひび割れしてしまってたので、走行中に割れて飛んでいったらえらいことになりますからね。うん。ちょっとそれを避けるために、こういうのをね、作ってみましたよ。9パーツによる、スタビライザーですね。もともとサイドアンダーガードスタビとして、ここにね、つけてたものになります。またね、説明欄にね、作り方のリンク貼っときますんで、興味ある方は、またね、覗いてみてください。はい、ちなみにですね、9パーツのショーがですね、たくさん余ってるので、なんていうかな、再利用するためにこういうものを考えてね、作ってますんでね。はい。今回はね、新しいファーストマシンにですね、スタビライザーをちょっとね、新しくつけてみましたよ。これでね、また小島さん行ける時にですね、走行動画またね、撮りためてきますんで、それまでちょっとね、走るシーンがちょっとなかなかないと思うんですけどもね。はい。ではね、また、次回からね、またね、ミニ四駆 MA 革命どうぞよろしくお願いしますね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。